お、やった、やった。忘れてる気がすんな、お前は。さて、やりますか。まずは近場からバイブレーションですね。バイブレーションで手前のゴロ大使に軽く当てながら、ベイトがおるんかな、ここ。これきついな、濁ってないわ。濁りがない。濁りがないわ、きついな。やった、やった。マジでいきなりよしよしよし、おるやん。え、こいつ何、え、マジでおるやん。やったやった、キズリやおるやん。何これ、すごいね。しかもスレ、多分食ってきて外れたんやと思うわ。あー、来たね、素晴らしい。やったーやった。開始3分、これじっくり見て、これブリ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 の鯛。よっしゃ、ありがとう。噛んだ。いやー最高ですね、これ。いやー嬉しい、あー、めっちゃ嬉しいわ。あっさり来たな。シーバス狙ってるけど全然下道だと思わないぐらいに嬉しいですね。仕様的には今から下げていくんで、その下げのタイミングでちょっと濁り入ったりとか、あとはなんかベイトが、ね、岸際にいて沖に出たりとかでチャンスないかなと思うんですけどね。ちょっとね、今やってみた結果、バイブレーションを沈めるとブレイクの位置がだいたい分かるようになりました。この今橋脚あると思うんですけど、あの橋脚の半分ぐらいの位置がブレイクになってるね。半分ぐらいの位置から奥に行くとこうスッと落ちる感じ。どうやろうな、30メーターないぐらい。
行きましょう。ケマからの流れがすごい。マン。マジで。うっそ。気持ちいい。さあ久しぶりに来てみました。どうなることやら。なんか懐かしいな。ざっと1年前か。やっていきましょうよ。手前濁っててすごいいい感じですね。ちょっと少し向こうまで投げ上がっていって、そこの橋脚付近でテキサスでもやってみようかなと思ってます。はい、どうやらですねテキサスの進化を忘れたみたいで、謎のリグが完成しました。なんだこれは。どういう動きなのかちょっとよく分かりませんが、これでやってみよう。キビレ淀川でこうポンポン釣れるってよく言われるじゃないですか。全く当たらねえけど。これ皆さんどうですか、これ場所間違ってます？なかなかだね淀川。朝一の奇跡の一本のみでほぼノーバイト。今ね5時ぐらいかな。5時だね。あとまあ2時間ぐらいかな。うわーすげえなこれ。満潮時にはここ全部水没してましたからね。結構道引きあるな。ちょっときっちりきっちり仕留めたい、この変なリグで。ほらおたま弱視リグ、案外 200DC でもいけるね。飛距離出るわ。ただね一個だけちょっともう残念なところは、これやっぱ丸型なんですよね。だからグッとこうパーミングしてずっと巻いてくるのがいいんですけど、ちょっとなんかこう持ち方を軽く変えたりとか、こうピン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 動かしていくような釣りだとどうしてもね低い方が楽なので、低い DC リールをだって出してほしいですね。巻物もがっつりできて、エクセンス DC とかは K がでかいでしょ。で SS はまあハイエンドじゃないでしょ。メタニウム DC も全然問題ないけども、なんかないかな、出ないかな。正直理想を言うとダイワのスティーゼーなんですよね。完璧にSTZ って巻きもしっかりしてるし、しかもパーミングしやすくて操作する釣りにもバッチリ向いてるじゃないですか。ああいうのが欲しい、島何も。で SVS やればいいじゃないかっていう話もあるんですけど、 SVS だとねどうしてもね大雑把な僕だとトラブルになりやすい。 PE 使うと。だから僕が望んでるのは 34mm で、フラッグシップというか、まあまあ値段がめちゃめちゃ高い DC のリール、それを出してほしい、ね、島野には。スティーズ A だってこれにつけるわけにはいかんでしょ。別につけてもいいんですけど、
ちょっとなんか合わないよね。まあ、贅沢言うなっていう話なんですけど、趣味だからこそやっぱり理想を求めたいというか、まあ、こんなこと言ってないで早く釣れやって話なんですけど、ちぬちゃん来てくれ。くわー、あかんか、きついなこれ。いいね難しいね。また皆さんよかったらアドバイスください。ありがとう横川、久しぶりに釣りおもろかったな、最高。でっかー、食った、よし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 よ